しも花びらを集めて青空に心を書いて遠くのあなたまでそのまま伝えることができたなら例えば白い花ならば寂しくて泣いていますと赤い花なら元気ですと教えられたならばあなたの周りをいつも飛び続ける小鳥になりたい誰よりも近くで追いかけて行きたいけれどもたいけれどもたいせつにしまっておいた子供の頃の宝物ずっと探しているけれどもどうしても見つからないそんな夢から覚めたらさ小さなビーズの首飾り取り出してみたら糸が切れ床に散らばった窓の外は雨昨日も明日もあなたはこの場所に戻ってこれない追いかけて行きたい